日本人は年間1人当たり牛 5.9 キロ、豚 11.5 キロ、鶏11キロを食べています。もし同じ人間のお肉を食べたらどうなるのでしょうか。どうもこんにちは、りなです。今回は人間が人肉を食べた場合どうなるかについてお送りいたします。他にもどんなことになるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では、お食事開始です。寝たぞ、ん、ま、い。寝たざんまい。結構いる。人が人の肉を食べる行為をカニバリズムと言います。通常、動物が他の種類の動物を食べることは珍しくありません。しかし、人が人を食べるのは異質に思うかもしれませんね。とはいえ、10万年前、ネアンデルタール人は、うめえとカニバリズムをしていました。また、21世紀はどうかというと、それなりにいたりするのです。インドでは、2017年、16歳の少年が9歳の少年を殺害し、血や肉を食べました。犯人は人の肉の味に興味を持っており、自分の体を食べたいとまで言っていたそうです。またフランスでは2014年、80歳の男性が72歳の妻に殺害される事件が発生。妻は夫の体をぶった切り、内臓を取り出して調理。鍋には夫の心臓や鼻、睾丸など入っており、食卓には肉料理があったそうです。では、人間が人肉を食べたらどんなことになるのでしょうか。次から管理人を使って詳しく見ていきましょう。結構太る。成人男性1人は8万1000キロカロリーに相当します。部位ごとに見ていくと、腕は1本あたり1800キロカロリー、心臓は720キロカロリー、足は1本あたり1万キロカロリーです。ちなみに20代のエネルギー必要量は1日あたり2300キロカロリーから2500キロカロリー。こりゃどう考えても食べ過ぎと言わざるを得ません。しかも太っている人は脂肪が多め。管理人さんは、まあまあですかね。たとえ健康的な体を食べたとしても、エネルギー過剰この上なし。健康どころか肥満や糖尿病、心筋梗塞、動脈硬化のリスクが極めて高いのです。結構おかしくなる。人肉食にはタンパク質の一種プリオンのリスクが伴います。このプリオンのリスクは特に脳において高確率で発生します。プリオンが脳に広がると、脳細胞がスポンジのごとくスッカスカに、そして死んじゃうのです。かつてパプアニューギニアのホレ族は儀式で人の肉や脳を食べていました。しかしそれはもちろんデンジャラスな行為だったのです。それは不治の病、クール病を発症するため。クール病はまずうつや精神疾患などから始まります。突然笑い出したり怒り出したり、頭痛や関節痛、体の震えが現れ、次第に起立や歩行がうまくできなくなる神経の変調をもたらす病気です。潜伏期間は数年から60年ですが、発症すると命を落とします。しかもウイルスや細菌とは違い、プリオンは熱や放射線で殺せません。また肉に多く含まれている血も危険だと考えた方がいいでしょう。というのも、血液には多くのウイルスが含まれているからです。具体的には B 型肝炎や C 型肝炎、 HIV などなど。吸血鬼ごっこをすれば病気になることを受け合いですね。結構うまい？ではもしも人肉を食べた場合どのような味がするのでしょうか。それでは管理人さん、いただきます。
肉を混ぜ合わせたものに似てますね。ちょっとハンバーガーのようにして食べてみましょう。うん、うん、うん、うん。結論、まあ悪くないかも。とはいえ、今回は管理人さんの特別な許可を得て食べています。これをご覧のあなたは人肉を食べない方が賢明でしょう。それでは少し食べ過ぎましたので、おやすみなさいませ。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。